対戦よろしくお願いします。今回は翡翠ジュナイパー会です。はい、原種のステータスもなかなかバランス型でしたが、ジュナイパーくんさらに素早さが10落ちて何とも言えない感じになっています。今回ですと先手取れそうなのはハリテヤマぐらい、あとケケンカにもいけるかな、そんなもんですが、先発バウッツェルいけそうですね。今回行こうか。バウッツェル、ジュナイパーとサンダーでいきます。よろしくお願いします。じゃあこの間にジュナイパーくんの説明をしますと、3本の矢がめちゃくちゃ強化されてまして、アルセウスの頃より威力がデフォルト90、聖なる剣と同じで5割の確率で防御を下げ、3割の確率でひるませ、で急所にちょっと当たりやすいという性能になっております。ただ素早さが60族なんで、まあ上から殴る相手があんまりないので、ひるみに関しては少々どうなんだろうというところもあるので、実質2本の矢だったりしますが、まあなかなか受けるのが難しい感じの性能になっていますね。よろしくお願いします。ガチグマにはめっぽう強いんですよ。めっちゃめんどくさいですよ。まあそれを感じたのは1回だけでしたが、そうガチグマの録画前の試運転の時にこいつめんどくせえなって1回だけ感じました。さあこんにちは。どうしましょうかね。あくび、さあ来いよ。なんとも珍しい対面になりましたね。これ向こうとしてはほう捨てゼリフ、傷ついちゃうな。これバトンタッチ覚えてるので、とりあえず連れてきたバウッツェルです。何より意表がつけると思いましてね。まあ一応炎タイプの技を受けてバトンとかできたら旨味成分もあるかなと。ほらよ、さあ眠気を誘うぜ。奮い立て。バウッツェル君結構耐久はまあまああるので、火力はないけどな。お相手は捨てゼリフのタイミングさえ選べば、つうか生きりんこでまたこれやられたら切りねえなこれういういですが、フラージェスに対してあくび使ったら生きりんこの捨てゼリフで損しまうからな、このムーブは変えられないね。生きりんこ結構火力あります。攻撃技の命中が少し落ちるけど、張り切りですげえ火力出してくるから。ふう、うい、ここはもうあくび連打でいいでしょう。にしてもイキリンクは割と天敵めいているね。あくび、ほうぶち抜く形できたか。おっかないね。まあイキリンコもまた上を取れれば圧倒的に強いポケモンではあります。ここで落ちてしまうかな。ですがテラスタルをもう切らせたと言っても過言ではないですね。あとはこいつの火力さえ気をつけておけば。よし、さあイキリンコの反動ダメージはでかい。そしておやすみベイビー。さあここからよ、いきます。今ならゆっくりお前と戦えるってもんだぜ。いきます。テラスタルを切る必要はないんじゃないですかね。3本の矢、いくぜ。この技の恐怖をたっぷり教えてやろう。高校ですけど、いくぜ。ゼイドリア、おおすげえ、1本刺さってますよ1本の矢やるね。よし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 、なんだかんだ恐ろしいところが出ていますよ。なんでピントレンズを持たせるのも面白いですよね。まあ、あるいはスカーフでもいいかもしれない。さーって来やがったね。で、フラージェスみたいな相手は苦手なんだよね。テラスタル切っちゃう。草技も持ってそうですけどね。ここは一発ぶん殴ってやりましょう。あいつ結構足速いんだよ。うん、でもこの状況で草技を打たれることはありえない。一応直機持ってますけどね。
まあさすがに一度フェアリー技食らうとただでは済まないので、いきます。鋼にしときゃよかったかな。鋼が自らで悩んでたんだよな、テラスタイプ。ちなみにこのジュナイパー強みがもう一つあってな、まあそれはぜひとも炸裂した時に説明したいんだが、さあフラジェスト特攻上がる。ちなみに草技は10中78絶対覚えてます。行くぞ俺、踊りや。まあまあ取ってますね。これ勝てんじゃね、勝てんじゃね。これ向こうそんなに余裕ないぞ。これギガドレチュッチュやっぱあるよね。だけどさ、ジュナイパーバランス型ゆえ耐久もあるんですわ。いくぜ、うれすいえ。いいステータスしてるね、こうしてみると。さすがにフイッチの不意打ちではなんかギャグみたいになるのやめてくんない。不意打ちの不意打ちでは威力が足りない可能性がございますので、これだったらリーフブレードの方が威力あったか、冷静に考えたら。まあええわ。テラバムーフォース、いてえし、うれ。まあ本人の耐久が光るね。すいえ。リーフブレードを選択していれば、まあ接触してしまうというデメリットは多少あるので、5つ目だったらのもしもでダメージを受ける以外は不意打ちで倒せてたかもな。お、カニじゃん。お前みたいなタイプがジュナイパーに弱いんだよ。そう、ジュナイパーより遅いやつはもう厳しいから、これから苦しめ。威力はもうちょっと欲しいってなるんだけどね。じゃあ防御を落として雷パンチ、いって、くそ、ひるんでくれなかったか。まあ、すべてがね、まあ、5割未満と考えたら、発動しないときは発動しないんですけど、まあ、交代はすげえしづらいんですよね。言うてめちゃくちゃ仕事したよ、ジュナイパー。2体仕留めたな。矢の効果は、まあ、2本ぐらい発動したし、ゲームセットのボルトチェンジ、対戦ありがとうございました。次の試合では、別の強みをお見せしたいね。対戦よろしくお願いします。どうしましょうかね。ジュナイパーから行こうか。いいユイが来たらどうすんの。バウッツェル、バウッツェルでいきます。めちゃくちゃいいユイには強いっすよ。リベンジですね、さっきので。残り1体バレルで行くか、いやサンダーかな。また今回はちょっと相性補完取れてないんですよね。前回の爆速ガチグマ動画とメンツがほぼ変わっていないので、うん。で、まあ先に説明してしまいましょう。ジュナイパーの特性は肝っ玉でございます。つまりノーマルと格闘タイプの技がゴーストにも当たるんですよ。つまりサーフゴーは格闘を受けれなくなってます。むしろ抜群を疲れる。その辺が仕様的に面白いところなんですよね。ただサーフゴー、お前みたいなやつや、お前と都合よくマッチングするかっていうと、最近はね、サーフゴーもちょっと減ってる気がすんね。うん。そういう意味では受けづらい性能を持ってると言えますね。起きたね。来る気がしてたからさ。さあ交代してもいいが、羽ばたく神でも流せないぞ。行くぜ、三本の矢。苦しんでいただきます。自分より遅い相手には本当に強い。まあさっきはちょっとあれだ、カニまで倒してほしかったけどさ、ビルドアップとかしてから3本の矢打つのも悪くはねえと思いますが、本人の耐性の少なさをどうカバーするかが問題になるでしょうね。ただこういう風にマッチングするとめちゃくちゃ困るのはあります。交代しても防御下げられたりしたらたまったもんじゃないですからね。テラスタイプで突然タイプ変わることもありますし、今の環境はまあテラスタルを変えると参戦できないよとかいうよくわかんねえバグもあったりするので、デフォルトであることを祈るとかね。さあどうする。さあ一本の矢、
2本目の矢が刺さってひるんでくれたらもうディンルー何もできずに撃沈なんだがどうだ。残念、2本目が刺さっていないね。ステルスロックを巻かれるという仕事を果たされてしまったか。ですがリーフブレード、さっきよりグライッ、オッケー、よしよしよし。これ神交代警戒です。当たるんですけどね、フェアリーの今一つは突破できないから。さあお相手はパオジアンでした。少し途切れた、申し訳ない。テラスタルを切って3本の矢でいいね。氷から逃げるぜ、フッフッフ。というかこの仕様とはマッチしてるよな。あとほんともうちょっと足が倍速ぐらい速かったらね、もう日の打ちどころがなかったと思うんだけど。オーカー9号にしても薬剤2体も入れてやがるぜ。草のチオンジェンも入れて差し上げろ。大丈夫、耐久はあるんですよ結構。3本の矢、オーカー9号ドラララ、いいね、よし好きでござった。ということは神は違うということだね。ちょっとマイクの調子が良くないかもしれない。不意打ち、せっかくいい感じで決まってんだから頼むよ。くそ、向こうも不意打ちしやがった、許せねえよ。すごいね、不意打ち対策の不意打ちか。もうジュナイパーもバレてるね、こうしてみると。バウッツェル君すまねえな、尻拭いを頼むぜ。こんにちは。でもちゃんとさ、こちらの不意打ちをケアして不意打ちしてくるって、なんか叱るべき相手と戦ってる感じがしていいね。ボディープレス、ほう、ボディープレイ読みか。グレイシャーだ、お、可愛い対決となりましたね。ワンワンオー、ワンワンオー、ドルエー、勝て。あくび、お前がエースか。ワンワンオー、やってやるよ。でもグレイシアの S は65だっけ、ギリギリ無理か。こうしてみると少しは S に振りたくなるね。65です、なのでジュナイパーク上取れません。無念でござるね。うえーい、さあ苦しんでください。テラバースと水、威力はほどほどですね、レールよりは低い。さすがに耐えた、よし。ここボディプレ安定ですかね、ボディプレ。向こうとしてはグレイシアが眠ってはいけないが、オッケーオッケーオッケー、いい感じに詰ませた。対戦ありがとうございました。にしてもジュナイパーの不意打ちまでもう見られているとは、警戒しないとね、こっちも。対戦よろしくお願いします。これでもかっていうぐらいの金でジュナイパーくんの実力が問われるね。しかしながらアルセウス含め抜群つけるやつ結構多くね、いけるかもしれないっすよ。それはまあさておきとして、めちゃくちゃしんどいのは間違いないっすね。まあでもなんとかジュナイパーぶつけていく戦術でいきましょう。意外と弱点は疲れないかもしれん、この感じ。よろしくお願いします。先ほどマイクの調子が良くなかったが、今回は大丈夫かな、よろしくお願いします。思ったよりはね、ジュナイパーの使い勝手悪くはない。タイプがまあ残念なのもありますが、ほう、こいつは剣の前からあれやこれやしてくるか。電磁波、色が黄色だと。さばきのつぶて、まあまあ痛え。うえ、回復の隙もねえか。ですがまひったらこっちのもんよ。一旦羽を休めておきましょうか。うう、まひってくれたタイミングでボルチェンしたいね。早いな、その時は来た、神に勝つぞ。ボルチェン、いい流れを手繰り寄せていけ。多分ノーマルだと思うんですけど、まあまあ通るけどさすがに硬い。まひったアルセウスのスピードはどんなもんでしょうね。
ジュナイパーくんのステータス見てみましょう。おっそまあ無振りだとそんなもんよな。80はきつかろうって。160か。滅び恐ろしい。ですがさあ交代できるか。向こうはアルセウスを逃がせばいい話なんだろうけどさ、3本の矢はこういう時めんどくせえぞ。防御下げちまったらあれだしね。行くぜどれだ。おお、すごい火力。急所当たるよな、やっぱ。うぅ、一本刺さってる。交代したらこれが無駄に直撃するわけですからね。そりゃもうめんどくさい。ザマーズゼンター。これはさすがに素の防御力が高すぎるぜ。これ分が悪い。即交代しましょう。これで歌もリセット。鉄壁嫌だな。とりあえず麻痺入れよう。麻痺入れて3本の矢で攻めよう。と特殊旅パカ、ようやく判明したけど怖えんだよ。突然変な技打ってんじゃねえぞ。つうか鋼格闘のお前でも覚えんのか、ムーンフォース。引っ込めた。でもこれで盾の効果は消えたね。素晴らしいね。無限大な。こいつはやべえな。こいつめちゃくちゃきつくないっすか。どう料理したもんか。さーて、ボルチェーンしますか。タイプ全体的に超きついな。まあダイマックス砲撃ってくると思うんで、そこは利用させてもらいますよ。連れてきてよかったね。だけどお前は毒を抜群で食らう。油断できないぞ。ワンワンを。ああ、しびれて動けない。運がいいのか悪いのか。旅パなのであればステータス全体的には暴力的でありますが、そこまで一致火力は。お鋼技飛んでくるぞ。ザマちゃん奮い立て。よし、バトンつないでくれるか。多分ザマゼンタの火力だったら多分大丈夫。巨獣弾。よし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 、大丈夫だった。無を食らう。ごちそうさまでした。ではつなぎます。炎タイプの技はあまり飛んでこなかったね、今回の試合。撤収。さあ奮い立って出てもらうわ、我がパーティーのエース。うえ、テラスタロ切っちゃいましょうか。もうムーンフォースといえど抜群疲れるし、巨獣弾を今一つにできますからね。いきます。ゾイーにしても無限ダイナどうしよう。本当にきついな我がパーティー全ての技が今一つじゃないか。まあ毒ドラゴンはあんまり気にしてなかったな。いきます。ムーンフォース弱点をついてくる。しかし等倍でこの始末。いくぜ三本の矢。おれ、うお強っ。え、これ急所に当たってない。やりますね。と言っても奮い立っているので実質急所に当たっている火力で、お相手は一旦帰っているので盾の効果が発動してないんだよね。さあお前の足のスピードがどれほどかは知らんが、130族だろうが、まあ性格不一致で無振りとかだったらまひってるから勝てるはず。どんどん行くぜ。再生つうか思ったより早いな。多分これはお互いの認識。三本の矢どれ。さあ苦しめ。いいね。無限ダイナは水タイプには打点がないはずだ。行くぞ行くぞ。麻痺とかで補ってやれば意外といけるかもしれない。行動回数を増やしてね、殴っていこうぜ。特防は上がってないから。お、物理か。でもなんでダイマックス砲じゃないんだろう行くぜ。どんどん威力は上がっていく。では隙あり不意打ち、えいドーンこうしてみると直機じゃない方の激鱗の方が威力としてはトントンなんだけどさ、まあまあ硬いね。対戦ありがとうございました。思ったよりやっぱ弱点ついた時の火力の高さが光るね。
対戦よろしくお願いします。ようやく威嚇持ちおよびゴーストタイプがマッチングしました。じゃあ先発からいきますか。先発適性もありそうですしね。でサンダーと大谷翔平型ガブリアス、実はしれっと潜り込んでいるんですけど、やめとくか。海流がしんどいかな、言うて。うん、ロン毛いこうか。途中でもいい、途中からでも壁張ってくれ。それで流れは変わるはずです。最終試合よろしくお願いします。というかサーフ号が消し飛んでるのが意外だな。だいたいいつも1回はマッチングするから狩るのを楽しみにしてたんだけど、まあ世の中そんなに甘くはないね。その辺は7月のランクマデビューを楽しみにしましょうか。ほうよう。さあ肝っ玉のヤバさたっぷり味わっていけ。悪い、効かねえんだわ。そしてお前はフレアドライブをするかもしれないが、返り討ちにしてやる。いきます。初手テラスタルは大胆な行動、しかしながらこれが試合を決めることもある。ただそれはちゃんと倒せてなんぼですわ。倒せないと厳しいよ。おっしゃ、安定行動の技、しかし効かない。いくぜ、もらった、いい火力。ウィンディの耐久はなんだかんだ鬼火や威嚇をベースに頼っていますからね。一致で突然食らったらそりゃあ受けられない。ウィンディはよく使ってるのでね。ほう、どうしましょうかね。こやつそのまま戦ってもいいことはないでしょう。オーロンゲちゃん一旦帰ります。まあ水になってるジュナイパーはそうそう弱点を突かれない。こんにちは。特殊だったし殴っててもよかったね。そのままとりあえずじゃあソウルクラッシュ一発ねじ込もうか。ここまで非常に有利にバトルを進めています。あいつが特殊型ってのも分かったしよ。リターンはすげえでかいな。ほう、偉大なキバさんか。弱点つかせてもらいます。そら、まあまあ入った。ではリフレクター展開しましょう。これはもう勝ちっぽいですね。ジュナイパーの突破きつくないっすかこれ。スマホ、油断してたら死ぬ。捨てゼリフ帰宅します。オリエ、さあ苦しめていこうぜ。ある程度のデバフを入れてやればジュナイパーは余裕を持って耐えてくれる。その辺が素晴らしい。チーズ、スマホ残念。銃も食らわないんじゃない。銃は食らったわ、痛いわ。では三本の矢交代するだろどうせ。よし、さあ交代先に嫌がらせだ。ドラゴナイト行くぜ、ドリア、そら、すげえ出てる。な、やっぱ交代しづらいっしょ。はい、三本の矢。あえて、交代安定ですけど、もうこのままいきます。ジュナイパーの強さを見せたい。ので、このままいきます。おっと、危ない危ない。直撃したら痛かったぜ。耐久見たくまったが、三本の矢、ドラッ、もう受けられないね。ほう、カムラで S 上げてきたか。ふゆって3本の矢から防御下げていくと、このふゆちの火力もバカにならないってところがいいですよね。三立てじゃないっすか。気持ちよくなってしまうね。さあお前ではもうどうにもならんだろう。ではでは締めの一撃といこうか。リーフブレード、メガホーンまであんのか。効かんな。壁張ってなかったとしてもやっぱある程度は耐えるんですよ。バランス型のステータスオール80ぐらいはあるのでね、その辺は頼りがいもあるといったところか。
いやー素晴らしい。対戦ありがとうございました。まあ、あれです。威嚇を潰して攻めていけるっていうのが強みの一つですよね。ありがとうございました。